吉田さん、偽物っていうニーズも世の中ありますよね。その偽物も人を損させての偽物と人に納得させての偽物ってあると思うんですよ。例えばね、そっくりさんっていうのはその代表格で、あれ喜ばれてますよね。マイケル・ジャクソンのそっくりさん、世界中に何百人も何千人もそれこそいると思いますけども、人を集めて儲けてますよね。でも騙されたって人いないと思うんですよ。マイケル・ジャクソン本人じゃないけども、マイケル・ジャクソンのそっくりさんを楽しみに来てるわけですから。で、本物のマイケル・ジャクソンと似たようなパフォーマンスして、うわすごいなとかね。私がやってたローカルアイドルも同じですよ。AKB とかももクロ、クローバー Z の真似っこをしながらもね、現場に行けない人には喜びをもたらしてるわけですよ。中学生とか高校生が衣装を着替えてももクロと同じことをやってると、それはね、楽しいわけですから、可愛いなと思いながら見るわけでしょ。で、本物よりもいいかもしれないですよね、そっちの方が。握手会とかね、ハイタッチ会とかやってましたけどね、チェキとか取ってねまあそういうのもあったりとか、あとブランドものですよね。まあ最近はアップル製品もルイ・ヴィトンも中国で作っていて、中国の工場に、例えばルイ・ヴィトンだったらシリアルナンバー200番まで200個作ってくれってオーダーをするんですよ。そしたら中国のルイ・ヴィトン工場で500個作るんですよね。500個作ってシリアルナンバー入りの200個をルイ・ヴィトンに納品して、じゃあシリアルナンバーのない300個残りはどうするかっていうと、安値で売るんですよ。でも品質は同じなんですよ。全く同じものを、全く同じ素材で作って、シリアルナンバーのあるないだけしか違いがないんですよね。だから本物として使ってもいい、ただし中古販売ができないっていうね、そういったものでございます。だから偽物を喜んで買う、そういうダミーを喜んで買うっていうニーズもあって、しかも偽物というにはあまりにもクオリティが高いものなんですよね。AirPods も同じですよ。こういったものっていうのは中国の工場で作るんですけども、そもそも納品を1万個っていうふうにオーダーが来ても3万個ぐらい作って、じゃあ同じものをね、アップルに納品するものとアップルの製品に似たものとして200個は独自に市場にばらくまくものとね、廉価で、そういったものがありますからなんと言いますかね、私のナイトライダーも同じなんですよ。ナイトライダーのパーツっていわゆるトランザムでしょ。今あれはね、純正品は作ってないんですよ。でも純正品に近いものを作ってる独自工場っていうのはいくつもあって、そこから仕入れてくるんですよね。で、パチッとはまるわけですよ。だから偽物だけども役に立っているんですよね。でも偽物という意識もないですね、私たちはね。レプリカって言い方もありますしね。何なんでしょうね。いってらっしゃい。